はい、始まりました。元町映画館の宮本です。今回はですね、映画の業界の人たちを紹介する映画ひとりでということで、前回のシネマ神戸の北谷さんのご紹介で、シネリーブ神戸の、小野田支配人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なぜ北谷さんがこう紹介して小野田さんに行ったかというのはちょっと僕から語れることではないので、早速北谷さん、なんで小野田さんを紹介しようと、まあ僕が紹介誰かしてくださいって言ったからなんですけどなんでなんですかね。宮本君から一応まあいいとも形式で、そうですね、いいとも形式で紹介つないで、はい、なんかそういう映画業界のつながりの輪を広げていけたら、はい、ということだったんで、で僕自身が4年前までこちらシネリーブ神戸で、はい、オープニングから10年ほどお世話になってまして、で私は去年、はい、神戸の社に赴任されて、でまた知り合って1年ほどなんですけど、もういつもいろいろお世話になっておりまして、はい、で、まあ、神戸の短観系でいろいろ協力してやっていきたいなというのもあって、ぜひ元町映画館の様の皆さんにもご紹介できたらなっていうので、はい、ご連絡させていただきました。小さい、結構ミニシアターって言われてる小さい劇場は結構一人個人個人でこういろんなアプローチしてるんですけど、僕個人的には神戸 のミニシアターたくさんあると思うんですけど、みんなで一緒に何かしたいなっていう意味がありまして、ぜひ紹介してほしいということで今回に至ったんですが、ありがとうございます。ありがとうございます。あまり小野さんと去年今年初めて1回会ったぐらいで、あまり面識がなくて、実際こう今日も、ね、撮影させていただいてるんですけども、だいぶ緊張してるか、そんな緊張しない、支配人ですからやっぱり。いやいやいや、でも東京とかで最初働いてあって、神戸に今戻って、こう戻ってじゃないか、神戸で働くことになって、なんか関東と関西のこのイーブルさんの違いとかありましたか。そうですね、まあやはり客層はだいぶ違いますよね。以前私がいたのは新宿のテアトル新宿という劇場なんですが、はいはい、まあ、やはり新宿という土地柄もあって、まあ、夜遅い時間でもお客様多数いらっしゃってましたし、9時10時とかですね。そうですね、だから、まあ、レートショーでしか公開しない作品とかもあるんですけど、はい、まあ、それでも普通に満席になったりということもありますし、まあ、通常の昼興行でも、まあ、大体10時、12時、14時とか18時とかあると思うんですけど、まあ、18時台の回が割と会社帰りの方とか学校帰りの方とか来ていただける回で、まあ、もちろん昼間の14時台もメインの回ではあるんですけど、まあ、実際逆に朝の10時とかは弱いんですよね、新宿ですと。ああ、それはもっと平日ということですね。そうですね。で、まあ、神戸へ来て一番最初に思ったのは、まあ、本当は朝から3回ぐらい、はい、まあ、10時、12時、14時ぐらいが多くて、まあ、夜になるとガクッと減ってしまうっていうのが、すごく、まあ、なんというか土地の差を感じたというか、はい、その点が一番違いは感じるところですかね。結構シネマ神戸さんとかそんな感じですか、客層的に。もうそうですね、やっぱ夜になるとガクッと下がる。ガクッと落ちますね。それはなんかこう若手の作品じゃなくて、若い根系の作品とかを夜にやってもガクッてやっぱ下がったりするもんですか。なんかそうですね、まあ、神戸だとやっぱりその傾向はあると思います。まあ、そもそも、ね、残念ながら若い方があまり来ていただけないっていう現状もあるので、まあ、ぜひ来てほしいなとは思ってるんですけど、そうですよね。僕結構今年一番びっくりしたことは、東京で満席やったら東京で満席の作品があったら大阪では半分になって、神戸とかではその3分の1みたいに大体動員が減るっていうのを聞いて、ちょっと衝撃的やったと思ったんですけど、やっぱ大阪がにそんなに流れてしまうのかなっていうのが言っちゃったんですけど、やっぱそれはあるもんなんですかね。そうですね、まあ、今おっしゃったように大体東京の半分で大阪、うん、で大阪の半分ぐらいが神戸っていう感じですよね。で、まあ、もちろん作風によって多少の上限はありますけど、はい、大体平均的にはそうですね。それでなんかこうリーブル神戸さん独自でなんかやってる企画とかってあります？こういうことを やってこう動員を上げようとしてるみたい なんか工夫、劇場の工夫ってあんまできることって結構限られてたりするんで。そうですね、まあそんなに工夫っていうほどの工夫ではないんですけど、
まあ、やっぱりこう一度来ていただいたお客さんにまた次この作品、次この作品という形でリピーターになっていただきたいっていうのが一番あるので、まあ、やっぱりその時やってる作品のお客様が興味持っていただけそうな作品をピックアップして、うん、まあ、ポスターであったりとか、あ、パブだったりとか、はい、まあ、そういうものを展示っていうのは割と気を使ってやってますね。なんか結構リーブさんは結構ポスターずらーっと通路で並べてはって、はい、あのポップとかも結構全部の作品に変えてたり、はい、あれはスタッフさんがやってるんですか？そうです、全部スタッフの手作りでやってます。僕らも時々やるんですけど、あまり効果がなかったりやったりとかで、ちなみにトメさんなんか1週に2本とか4に1本でプラス計3本とかですけど、なんかそう劇場の中でこう宣伝とかってどうやって入ります？もう結構ずっと悩んでるんですよ最近。うちはそんなにロビープロモーションはあのたくさんやってないですね、うん、まあ、あの下町ののんびりした映画館なんであの、うん、なんかドーンと見せるよりはなんかでかい会話を増やしたいなというのがありますね。あ、劇場スタッフとお客さんとそうですね、そう、まあ、あの、まあ、2本立てなんで1本休憩やってもう1本続けて見張るので、はい、まあ、その間タバコ構成に来たりとかやったりやるときに、いや今のどうでしたとか、まあ、ちょっと感想を聞いてみて、いや面白かったとか、そういうのは、うん、そういうの僕らできるんですけど、リーフさんってできるんですか？なんかこう、なんか結構ね、なんかハードルが高いイメージ。いやちょっとこうね、ちょっと1個目のみたいな、なんかイメージが正直ありますけど。いや全然あのお客様からお話しかけていただいたりっていうのもありますし、まあ、ただちょっと混んでるとね、なかなかそのこちらからっていうのが難しい時とかもありますけど、まあ結構お客様から感想とかいただいたりということはありますね。でもこうお客さんが良かったねとか言われたらやっぱ嬉しいもんなんですか、劇場スタッフからしたらなんか。いや、それはやっぱり嬉しいです、ね、まあやっぱりね、まあ自分たちが作ったわけではないですけど。いや、そうなんですね、そこなんですね。まあやっぱり映画って作り手がいて、配給宣伝する人がいて、はい、でやっぱり一番最後劇場がお客様に届けてるんで、まあ、やっぱりその三者があってこその映画だと思ってるんで、まあ、やっぱり自分が作ってなくても上映してる作品がやっぱり褒められたりとか、お客さんがたくさん入ったりとかするとやっぱり嬉しい気持ちはありますね。北井さん、ありますか、そういう気持ち？そうですね、もうお客さんなんか特にもうね、新海地のおっちゃんたちはもうはっきり感想を言うんで、ああ、思んなかったとか、しょうがやーとかいう場合は、ね、まあ、好みなんでね、うん、僕はまあで、まあ、その人が面白くなくても横にいる、いや、私よかったで、ね、うん、勝手にお客さん同士話してるとか、ああ、そうなんですか、そういうのは面白いですね。僕らもロビーがちっちゃいんで、あんまりこう話しかけると後ろのお客さん詰まって結局出れんくなるから、しゃべりたくて思ってた時なんですけど、お客さんも結構初心者の人とかってこうスーッと出ていきはるじゃないですか。ああいう時こう呼び止めていいんかなみたいな時ないですか？あ、僕、まあ、僕のもともと嫌がらはてる時の思ってる時なんですけど、なんかスーッと正直一人の時とかもあったりするじゃないですか。その時こう出ていいかなと、でも結構そそくさと出ようとする、ちょっと止めてもいいかな。でも両方ありますね。うちもできるだけなんかあのこっちからどうでしたとか、うん、初めて来た人声かけるんですけど、でもなんかね、こう映画見終わった後自分の世界浸りたい人もそうなんですよね、いるでしょうし、うん、でも何回かあのそのシネリブル公園にいる時の常連さんが来てくれはって、はい、でいつもなんかあんまりこうね、話しかけてほしくないような雰囲気でこうあの肩なんだろうなと思ってたら、はい、でうち来た時にちょっと話したらめっちゃ喋っちゃうんで、もう180度ここまで来てるけどみたいな、だからこういう方もいらっしゃるんだっていう、まあ、意外と映画ってこう、ね、見た人同士じゃないとなかなか話せない部分があるので、まあ、一人でいらっしゃるお客様とかだと意外とこう話す相手がいなかったりっていうのもあるんで、まあ弊社の東京の映画館なんかだとこう映画見てその後お話しするっていう会を設けてたりとか、あ、その会社でっていうのは、まあ劇場、あ、劇場だけで、そういうのがやっぱ必要なんです。意外とそういうのを喜ばれたりはしてますね。そういうの神戸のお客さんとかも喜ばれるもんですね。お客さんの、ね、層がやっぱり全然違うから。そうですね、でもやっぱりそういう場が欲しい、求めてる方もいらっしゃるんじゃないかなとは思いますけどね。
じゃあやっぱ学生が来てほしいですね。やっぱそこでいう場合になって。そうですね。ねえ、来てほしいですね。やっぱりもう全員の課題みたいな。学生というかその20代、ね、10代、20代が。作品によって、でもリブさんだと最近アニメとかもね、たくさんやってる、はい、学生の方が来られてたりもするけど、やっぱりそのアニメのお客さんがそのまま今やってる違う洋画とかに来られたりはあんましないんです。やっぱこう単発で終わってしまうんですか。まあもちろん中にはいらっしゃいます。あの来ていただける方も、まあただやっぱりどうしてもそうですよね、なかなかアニメの方だと、はい、他の洋画とかにっていうのは、まあ、ちょっと行きづらいんですか、ね、まあ、数は少ないかなとは思いますけど、まあ、それでも最近私が赴任してきた頃に比べると多少若い方も増えてくれてるかなっていうのは勝手に思ってはいるんですけど、僕もなんかそんな1年前ぐらい当たり出してるとなんとなく増えてきたかなとは思うんですけど、はい、どうですか北谷さんとは。うん、ラインナップによってはっていう感じですね。うん、なんか新しく「シネマ神戸ってこんな映画館あったんだ」って、あ、はい、日本立てって何っていう、そうですか、うん、そうかそうか、人がもう言ってやるんで、うん、そういった方は確かに最近、うん、増えたなというか、うん、まあ、毎週ずっとこう帰ってくれる方なんかちょっと少ないですけど、うん、でも番組によってはインターセラーのフィルム上映やった時なんかは、うん、なんか日本立てって何から始まって、そうですね、フィルム上映ってほとんど見たことがないっていう、うん、コラが来てくれたんで、あれはやってて楽しかったですね。あ、なるほど、うん、受付でこう何ですかみたいな、そうそうそう、興味持ってくれたら、うん、フィルムってそうですよね、珍しいんですかとか、日本立てってどういう意味ですかとか。でもだから各劇場でなんかイベントとかこう打ち出すみたいな、フィルム上映とかでこう特集で、シネマ神戸さんなんか12月なんで、マットマックス年越しデスロードって言ってます。そうですね、映画チアブは全員歓喜してます、ね、あ、ありがとう、ありがとうシネマ神戸みたいな、ありがとうございます。私も見たいです。多分12月はもう儲かってしゃあない。もう紅白見てる場合じゃない。年越しデスロードのために神戸の学生、関西の学生みんな来いと。そうですね、でもシネマ神戸さんは12月目玉くそうですよね、待ってますよ。レイトショーまでそれ合わせで、そうですね、はい、なんか出ますんで、旧作、そして最新作と含めて12月は、まあ、スケジュール更新されますので、ね、ツイッターが多分荒れると思うんですけど、スティーブル神戸さんも11月に、はい、なんか舞台挨拶とかいろいろ組んだりとか、結構リーブルさんも最近舞台挨拶がキャストの方結構多く来られて、そうですね、11月の、ね、まあ、21日もこれ、はい、まあ、ドーンとここにやってますけど、ありがとうございます。まあ実はなんか私が赴任してきた頃、ここはイベントは年に1回あるかないかだって思ってたんですけど、僕高校の時からチェックさせていただいてるんですけど、なんか最近めちゃめちゃ多いなっていうのがすごい印象がある。なんか私が引き込んでるのか何なのかよく分かんないですけど。いや、いいことですね、来てくれるだけで。もともと私がいたそのテアトル新宿という劇場が日本映画の単館系専門の映画館だったので、はい、まあもう極端に言うともうほぼ毎日ぐらいの勢いでイベントをやってる映画館だったんですよ。で実際この恋人たちの橋口監督も、はい、新宿時代に実は全体っていう映画の時にイベントでお世話になったりとかしてたんですけど、ということは大本さんが神戸におられたら行かなかな、いやいや、そ, そんなことはないと思うんですけど、まあ今回ちょっと来ていただけることになりまして、そうですね、11月のいつでしたっけ、21日の土曜日です、はい、土曜日何でしょうか、14時ちょうどの回の上映終了後に橋口監督お越しいただいて、めちゃめちゃ評判いい映画ですか、僕まだ見てないですけど、目玉ですね、11月の言うたら。そうですね。あれ、あんまりですか、ね、目玉ですね。いや、本当に監督とかキャストとか、何でしたっけ、中谷美紀さんとかもね、言ったら、そうですね、1月に、はい、作られた人の。そうですね、はい、で、結構、サムライフとかでも監督とか来られてて、ね、すごいなぁと思う。塚本シェア監督も、ね、東京で。そうです、塚本監督も「コトコ」という作品の時に、はい、まあ、ずっと本当宣伝段階からいろいろご一緒させていただいてて、で、まあ、今回今年8月に「のび」という作品の時にご来場いただいて、うん、はい、はい、監督にもいろいろ増えてますよね、関西なんかこうなんか関西、東京の人がなんか関西にちょっと目を向けてきてるのかなみたいな、ちょっとなんかありませんか最近。
まあなかなかね、大阪までだと結構そうですね、来ていただきますけどね。でもこの神戸とかに来てくれて、そのね、動員が上がるし、まあ映画に興味持つ人もどっとそれで触れてくれたらありがたいんで、リーブルさんが先陣切って舞台挨拶とか分かれてくれたら僕らもリーブルさんやってくれてるのになみたいなとかね、下手したら言えるかもしれないんですけど。いや、まあ結局、まあもうお亡くなりになられてしまったんですけど、若松浩二監督とも結構新宿時代ご一緒させていただいてて、まあ、若松監督の理念というか、まあ、やっぱりお客様を大事にする、お客さんに見てもらって映画はなんぼだと、まあ、だからお客さんが来てくれるんだったら自分も含めてキャストもそうですし、もうどこにでも舞台挨拶やってくれるなら行くよっていう方だったんですよ。だからまあそういうね、思いを持ってやっていただけると、まあ我々ももちろん嬉しいですし、まあやっぱりお客様が、ね、一番こう監督のだったりキャストの方の生の声っていうのを聞ける機会っていうのはすごく、1回見たけど2回目それ聞きたいし、そうですね、なので非常にこうやって来ていただけるっていうのはありがたいですね。星々監督久々しい、そうですね、7年ぶりですですよね、はい、ぜひぜひね、まだまだチケットはネットでも購入できたり、舞台挨拶付きのネットと、劇場窓口で販売してますので、12月はマットマックスで荒れて、12月は恋人たちでネットが荒れるっていう元町映画館は多分ゆっくりとこのまま年を越そうじゃあのハッピーアワーがありますから、ハッピーアワーがハッピーアワーがありますんで、ね、トム・ハーディの舞台挨拶は出しないでしないですね、残念ながらそうですね、ハリウッドさんはなかなか来てるんですよ、ね、大阪どまりでもないですねセガブログぐらいで来てます、ね、そうぐらいじゃですねネットなんで怒られますよ遠いとこから怒られますよなんであのシネマ神戸さん含めてシネマ神戸さん含めてまた映画も3巻でも今やってますけども、これからまたいっぱいあの神戸のミニシアターとかまた、神戸の映画に関係する人です、ぜひ今度動画で紹介していきたいと思ってまして、まあ、今回はあのシネマ神戸機内、そしてシネリブ君の小野田支配ということで、ぜひぜひこれからもっとこの映画業界のなんかこう裏とかもまあ喋れたらね、いつかはいいなとか思ってなんか学生とかでこういう動画見て、あ、映画業界おもろそうやなみたいな、ちょっとハードルが下がってくれたら一番いいかなと僕は思ってますので、これからもご協力もよろしくお願いします、はい、そして舞台挨拶ございますんで、ぜひぜひ来ていただければと思いますんで、では本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。